ました。東京大学スクール SLSE がお送りする英文法。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、できましたか？マッティは違いますよね。で、なぜそれを感じるのかと言われたら、空所の左側、水うにゃうにゃ。これで熟語として成立しそうなものを皆さんは選びましたね。ただ、そんな表現、いやー、耳にすることはあるんだけど、それは果たして正しいのか。そうです。選択肢の B を選んだ方多いかと思いますが、see through。どうかなと思っている方いらっしゃいますね。大丈夫です。成立はしております。よって正解は B。で、see through と言われたら見える。なんか向こうまで見えてるな。で、そのイメージから真相を見抜く。そこまで派生させることができます。意味内容を確認しますね。太郎が遅れてやってきて、真由美は振る舞った。で、怒っていないかのように振る舞ったんですね。ですが、透けて見えたわけです。その彼女の落ち着き。そういう素振りの真相を見抜いた。ああ、本当は怒ってるんだね。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指の間で隠していただいて。で、丸1番から丸2番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。